こんにちは、アルです。今日はですね、ちょっとホラーネタになりますので、皆さん閲覧注意でございます。というのも、シズルシーズンのムービーがあるじゃないですか。あのムービーを見た、いろんな方から、見えるはずのないものが見えましたという投稿が、じゃんじゃん来ております。ちょっと確認してみましょう。来てる投稿コメントを確認すると結構最初ら辺ですね。なんか、木箱にイカちゃんたちが乗ってる時に、その木箱の後ろに、いるはずのないイカちゃん、もしくはタコちゃんがいるみたいな投稿が多いんですよね。ちょっと確認しましょう。多分最初に出てくるエモートするところっていうことよね。もう少しで出てくるんですけど、この時、ここの後ろ、どこだ？この、多分、この木箱の後ろってことだと思うよね。どういうことだ？ お分かりいただけただろうか。もう一度見てみよう。いきますよ。わかりました？ちょっと止めますね。何これ？ほら、これじゃない？これなんだ？なんだ？耳尖ってるからイカちゃんかなとは思うんですが、紫の髪の色の君？いやー、ベレー帽。なんだこれは。ちょっと調査してみましょう。この何者かが、もしかしたらこのムービーに他にも映り込んどるかもしれん。ね。何これ。ちょい映り、何この自己主張。まあ、とりあえず特徴をまとめとこう。いやでも、耳尖ってるよなぁ。尖ってる紫の髪。で、なんか、なんだろうな。これ、ベレー帽だと思うよね。これ、ちょっと、ゲソじゃなさそうな気がする。で、頭になんか巻くようなギアをつけてそう。な感じかな。ちょっとそれで探してみましょう。もしかしたら、フィンセントとか、S ブラスター使っとる中におるかもしれんけね。これは、あのイカちゃんだね。はいはいはい。そうだよね、そうだよ。あいつか？いやー、なんか違うな。傘だったら見えとるもんね。はー、で、後ろのヘッドホンも違うよね。ヘッドホンはつけてなかった。耳は出てた。こういう感じで、もしかしたら紫チームに、帽子か。はあ、ははあ、これあれか。木箱の上に乗っとった子だね。じゃけ、まあ、おらんにして。違うよね。はいはいはい。この二人は違うね。そして、この R くん。R くんも、違うね。ここの中には、ベレー帽っぽい子はいないし。で、ジャンクションになってくると、もう色が違うけね。そもそもここからは見つけることができないです。お。なるほど。この辺のギアから推測しろっていうことね。そうだなぁ。いないね。はい、来た。この中で、頭しか見えてないよね。はい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 。なるほどね。次の3人は？君いた？君いた？ちょっと、マークね。この、ドレッドみたいな。あと、昆布トラックか。この辺にも映ってないか。君か。あ、でも君は頭に、ああいうのをつけてないね。カーボン。で、お下げは髪型からちょっと違うよね。遠いな、見えねえな。いやー、おー、で、霧の中、遠くが見えがちだ。で、ハイジャンプだけど、ジャンプ力、なんだろうな。イェイイェイイェイ、グイングインに来て、でも、これか、この帽子か。
待って待って、この帽子の可能性あるよね。この帽子が、多分紫だったらここも紫になる。で、ここ黒いのある。で、耳があるで。ちょっともう一回見てみよう。じゃん。なんだこれは。何が見えてるんだこれは。今までこんなことなかったよね。ムービーの中に他のイカちゃんタコちゃんが映り込むってね。これは一体。でもカメラワークからして、まあ、撮影モードではないよね。一瞬、このイカちゃんが撮影モードで、プラベで入ったって、かと思ったけど、まあ、やっぱりね、撮影なんで特殊なカメラワーク、こっからすごい引くじゃん。ぐわーってね。ほら、ここ、こんなに引くから、まあさっきのイカちゃんタコちゃんじゃないにしても、でもこれかな？これ新ギアよね。マジで何者なんだ、これは。ああ、ここ吸盤見えますね。吸盤が外側に見えるということは、イカか。いや、タコか。どっちだ？でも吸盤が外に見えるのは、タコか。タコちゃんで、やっぱこの、ロールタコちゃんなのか？何なんだ？あ、でもドレッドくんおるね。あ、ここになんか変な影あるじゃん。これは？これこの子の影？でもこの子の影ここにあるよ。でもここか。ここの、この子もここに影が映るけ。ね、ここの、この子の影は、ここにちゃんと映るけ。まあ、ここの、この子の影は下に映っとってもおかしくないのか。だいぶ、高低差はあるけどね。どう？まあでも、この妹のポーズで、ここの子とかこういう手を上げた形になってるけ。これもね、同じような形なんよね。ってことは、まあ、この子の影かな。はい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 。ちょっと、下せんけどね。ただ、まあ問題は、これだよね。なんで？まあ多分、撮影の時に何か関係してるよね。多分。じゃあまあそこで、妹とかって、ね、できんじゃん。プラベとかじゃ。でもまあ、このプロモ撮影のために、ここで、それぞれが妹をやってっていう撮影において、そこに、一人おらんにいけんかったんじゃない？何かしらの理由で。でも、このね、ここに隠れて、まあ、映りませんから、やりましょうみたいな感じでやったら、今回、おそらく、任天堂さんのチェックをすり抜けて、映り込んでしまった。じゃじゃん。オーディションで、ギリギリ4人のメンバーに残れなかった最後の1人が、映っちゃったっていう、ことかな。おそらくね。まあ、多分、ホラーではないのかな。いや、ホラーなのかな？なんと、オーディションの前日、病院に入院してしまったものの、生き量が映り込んでしまったとでも言うのでしょうか。こうすると、ちょっと途端にホラーになるね。でもまあ、ちょっと、うっかりミスだな、これは。おそらく。はい、という感じで、おそらく、その、チェック時にすり抜けてしまった、もしかしたら、撮影スタッフかもしれんね。機材を用意する撮影スタッフがあそこの裏に隠れとって、実は映ってたよっていうね。のかもしれません。ただしかし、この、まあ、映り込みからですね、わかることとしては、スプラトゥーン3のスタッフさん大丈夫ですかね。なんか、ね、アップデートの頻度もスタッフの体調を考慮してやっていきたいみたいな、ファミ通のインタビュー記事とかもあったじゃないですか。ねえ、体調悪いのかな？みんな。どうしたのかな？なんかね、ところどころに一瞬大丈夫かい？って思うところが結構あったりするもんね。お体にお気をつけくださいませ。そして、楽しいゲームを提供してくださりありがとうございます。これからも、スプラトゥーン3みんなでやっていこうじゃありませんか。というわけで、他のホラーネタ行ってみましょう。じゃじゃん。ターミネーターさん、ありがとうございます。R!ホラーネタです。ハイカラシティの雑貨屋中にゴミ箱あり、ん？ハイカラシティの雑貨屋中にゴミ箱ありますけど、中には、てんてんてん。なんだろう。行ってみよう。ハイカラの雑貨屋？ハイカラの雑貨屋といえばこれってことよね。ここのゴミ箱が？ゴミ箱なんかあったっけ？あ、ある！あ！ああ！これは何か、タコのようなものの、ゲソが出てます。タコはゲソじゃないのか。が、捨てられてますね。え？怖。ちょっと待って、これ、バンカラから見たらないの？ちょっとこれ、外から見てみよう。ゴミ箱あるね。あ、閉まってる。ちょっと入ってみるね。
あ、出てる出てる出てるよ。何か捨てられているよ。なんだ、何が捨てられてるんだ。この売り物の中に何かある？そういうもの。ないよな。もしかすると雑貨屋の店長はスプラトゥーン3が発売されてから一度も姿を見せていません。代わりにパルコちゃんが店番をしているのですが、店長はすでにゴミ箱の中で、てんてんてんかもしれない。ギャーこれはちょっとホラーじゃね？あれなんだ？なんで外から見たら見えなくなってんだ？閉まっちゃうんだよな。カメラ構えるとな。店内撮影禁止。ねえ、ほら。閉まってるよ。なんだこれは。なんだあいつは。でりーん。いや、これはちょっとした、ホラーだね。本当にね。オーケー。という感じで、このチャンネルではですね、皆様のコメントをもとに、動画を作っております。何かね、今回も、まあ、こういう怖いネタがありましたよとか、面白いことができますよとかっていうのがあったら、YouTube のコメント欄で教えてください。まあ、すいません。団長が、私団長がですね、調査に行くかもしれません。で、その際はね、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければなと思います。実は昨日の動画で、まあね、こういうふうにチャンネル登録のお願いしたんですが、100人増えました。ありがとうございます。実はね、このチャンネルって、見てくれてる人が全員登録してくれたら200万人行くっていう、あの、チャンネルではあるんですが、っていうことでね、お願いしたら100人増えました。ありがとうございます。ぜひ、まだ登録してないよっていう方、まあ、登録してやってもいいかなって思ってる方、そこのチャンネル登録ボタンを、ポチッと押していただければ、僕、にんまりしますので、ぜひ、よろしくお願いします。このネタ動画ね、1200本以上あるんで、登録してゆっくり見てくれたらなと思います。OK! じゃじゃーんと、響きだよさんですかね。ありがとうございます。これはツイッターでいただいたんですけれども、写真ね、画像じゃないとちょっと説明がしにくかったみたいなんで、ツイッターでいただきました。普段は YouTube のコメントで大丈夫なんでね。これ多分ね、俺一回調査して、なんか勘違いしとるかもしれんね。このバイクに乗って、どっかを見ると、怖いですみたいな投稿が昔あったんですよ。で、俺ね、それが何かわからんくって、バイク乗って左見たらって言ったけど、これ見て、あ、血の跡だね、みたいな感じで、ホラーで紹介したんですが、多分それじゃなくって、今回、響きだよさんが言ってくれてる部分だと思います。この窓だ。この窓を、この段ボールに乗って、ズームするとって書いてあるね。カメラで拡大すると？あ、カメラ？この分にかな？ズズズズズン。いろんな顔っぽいものは見えるな。ここ乗らんでもよくないじゃん。あ、乗った方が、より上に行けるのか。これちょっと見つけた人、どこ、響きだよさんでもいいんですけど、どこをどういう風にズームしたら顔が出てくるのか、もしくはその顔の画像を送ってくれ。で、俺それを元に、なんかカメラいろいろやってみるわ。ちょっと見つけた人は教えてください。回せません。OK。あ、2に来てしまった。もう一人、じゃじゃーんと。しんちゃんさん、ありがとうございます。R さん、昨日プラベにいましたか？偽物か本物か気になったので、ということなんですが、プラベって、そもそも知ってる人じゃないといなくない？いなくなくなくない？っていうことなので、僕じゃないんですが、ね、たまにこういう、ね、コメント来るんですよ。プラベにいましたよねって。僕、プラベは、基本的に、ファミリーの人としかやらないんで、ファミリーっていうのはメンバーシップ。YouTube のメンバーシップ登録してくれてる方としかプラベしないんで、いないと思います。いないし、おったら知っとると思う。なんか今からやりませんかみたいな感じで募集するんで。うん、なんで急に入ってきたのは全部違う R さんです。で、あと、ちょっと2の世界に来ちゃったんで、プレートが見れないんですけど、僕は、シャープ8922。8922です、ID を。それを覚えておいてもらって、どうかなと思ったらそこ見てみてもらって、8922じゃなかったら違うよって思っていただければいいなと思います。さあ、行きましょう。
コロコロマスターへの道、略してコロなんだマスよし行こう。しかもコナン映画サブタイトル縛り行きましょうね。今日はどこかというと3のこれの次、え、いけるこれ行ってみようか。スタコラのステージコロコロで、そうそう、この企画はねコロコロでヒーローモードをコロコロでクリアしようっていうところなんですけど、スタコラいけるかな。いけるか、行ってみよう。そしてコナンの映画のサブタイトルみたいな技名をつけていくっていうやつですね。行こうぜ。とりあえず3連続の木箱、そして追い詰められた逃走者、おいいいね、幸先いい。この無重力の、無重力の体験。よし、いたな。スタコラ、こことかは追い詰めれるじゃん。いけるとこあるかな？あの網上のとことかやばそう。いけ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 い。あいつが持ってるぞ。さあ、金色の逃走者。どん、おい、いけるいけるいける。こういうところはちゃんと引いていけるね。ここはまず大丈夫か。次のところとかも結構難しそうだよ。もうステージ把握が完全にできてますからね。どこでどういった敵が出てきて。あー、やばい。でも、インク管理ができていない。ふぅー。ぴょん。おいで。ほいん。よし、行こう。一本杉の松。うわ。取り残されたボム。いや、高台の、タコ。痛い。うわ、うわ。そう、三角に乗って逃げるやつ。よーし。やつはどこまで逃げるんだ？これ追い詰めれるかな？待てよ。こっちから行ったらこっちに来て、こっちから行ったらこっちに来て。おれ、よし、オッケー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 。あ、塗り返しでね。塗り返しでやれる。塗り返しの油断。そこを攻めよう。でもここなんだよね。ここがめちゃめちゃ難しそう。ここっていけるかい？これ出会い頭の転校生でしょ。出会い頭の転校生、どーん、よし。これ登るじゃん。いけるかなこれ。こっちに来て、これ永遠と、うわ永遠とよ、これ永遠と。ちょっとこの永遠は、きついな。永遠のエルデンリング。待てよ、ボム投げていいから。おー、惜しい惜しい惜しい。ボムと挟み撃ちにしよう。でも、待てよ。あっちに投げる。こっちから、おら、オッケー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 。一人やった一人やった。うえ、痛い。大きすぎた代償。あ、でも大丈夫だ。アーマーが割れてくれた。ポケットの中のアーマー。どうやって倒したんだろう。ボムで倒したいくはないけど、あいつどうやって来たんだ、こっちに。ほい。来た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 、オッケー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 。コロコロで一応倒した。よし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 。誘導する爆弾たち。オッケー。ここ越えたら多分いけるわ。あそこが多分なんか、ステージ名を見た時に不安だった。バルーラのファイティング。オッケー。バルーラのファイティングは加工作ですね。よっしゃー、追い詰められた逃走者。よし。そして、金色の逃走者。うわ、なに、跳ねっ返りの逃走者。逃走者三部作。そっから、グオリャ、グオリャ、グオリャ。諦めない夜はない。グオリャ、よし、オッケー。高台の双子。おりゃー。双子と書いてツインズと読もう。高台のツインズ。で、あそこね。いけるわ。いけたいけた。ボムは投げてもいいことになってます。ディンディディン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 、ディンディディン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 、メトロイドアタック。よし。回復。ローラースケートの逃走者。まさかの逃走者、4部作目。いたね。くそー。この木がな。でも塗り返しで、おしゃ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 お
台風ハリケーン、フォフォフォ、過去作もちゃんと出てくるね。よーし、順調順調。5分切れるんじゃないかな。こうして乗っていこう。敷かれたレールに乗る。あ、まだ結構長いのか。あ、ここね。はいはいはい。ここは生き残った木箱を使ってやろう。台風ハリケーンであそこの壊さんかったら余裕です。こうしてズンズンズン、あは、補給、最前線の補給線。さあ、あそこで引っかかあいつ頭がいいぞ。今までこんなことなったことなかった。やべえ、あそこで追い詰めて倒さなかったらやつはどこで我々どこで追い詰めればいいというのでしょうか。よっしゃー、そっち行ってくれた。いい、オッケー、ダイレクトアタック。うおーす、イタチッペ、最後のイタチッペにやられた。くそ、あいつもそれだけ執念があったということか。敵ながらあっぱれなやつだったぜ。黄昏の夕日行こう。黄昏の夕日は初めて感動の傑作映画評論家の間でも評価が高いここはね、このぐるぐるツインズは後ろから、いや、もう上から行こう。痛えな、この野郎。落とすぞー、ウォーウォーウォー、落ちなーい。一回休戦、休戦しよう、休戦しよう。危ない危ない危ない、やめてーやめてー農民たちの息、うわー、痛い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 、避けろ避けろ避けろ、ナッパ避けろ、ナッパ。よし、ズドン、メイリッチ。あ、いた、のんびり屋さんの休日、君のことだよ。オッケー。さあ、最終チェックポイントですね。5分は切れませんでしたわ。これ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 、これどうすっかな。でも、多分、いける。全員を、一網打尽にしよう。さあ、皆さん。例の場所に、隠れてください。あ、でもスペシャル使っていいからな、実は。でも、ここは別にスペシャル使うような面ではないと思うな。こうして、痛い。こ、あ、ごめん。こう引こうと思ったら、ああなったんだ。本当に、事故です。あれはね、事故です。逃げねえな。ふい。じゃーん。やばいやばいやばい。で、どん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 追い詰めていく。あの場所に。あの約束の場所に。よし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 。よしよしよし。見て見て。みんな約束の場所に。オッケー。あそこにめちゃくちゃおるじゃん。見て、ほら。あれ全員、引ける。約束の場所。ちょっとちょっと。聖地エルサムル、ドドドドドドン、おい、へい、イェーイ、一気に鍵出たね。これ、丸味噌じゃなくても言うんだ。へぇー。よーし、これと、あ、もう撮ってる？オッケー。知らんかったわ。あ、あそこも壊していこうか。約束の地にて。そういうタイトルがあってもいいじゃない。よし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 。これゴールでしょ。来たー、ないー、あ、ダメだ。これこれ、これこれでやんないと。回復しないのかな、これ。どう？壊さんとダメか。壊さんと回復せんのか。よし、行こう。ガー、あ、ダメよ。コロコロで壊さんと。ゴール。ズンズン、ズズズン。オッケー。なんとかね、網上のスタコラー倒せたのがでかかったわ。あそこ、ね、ボムやったらこっち来てくれて、しかも結果的にボムで死ぬんじゃなくてコロコロで倒せたのがポイント高かったね。芸術点高かったですね。ありがとうございます。そういうわけで今日はこれで終わろうと思います。また、ほぼね、毎日投稿してるんで、明日の夕方5時に会えたらいいね。じゃねー、バイバイ。